皆様どうも、こんばんは、新一でございます。私ぐるりでは、サポートベース、引かせていただいておりまして、まあ、ロビン君とも、大変交流ございましてですね、今回タッシーさんの方から、ちょっと不思議な発注がございまして、なんでもこの動画を見て、見ながらセルフツッコミを入れてほしいと。セルフツッコミ、うん、ちょっと頭の中がハテナでいっぱいではあるんですけれども、ちょっとやってみようと思います。まずはこのライブの、動画なんですが、ちょっと急に始まるのであらかじめ言っておきますと、これは丸山のクターンさんの方でですね、ぐるりが、ライブを行った時の模様でございます。では流してみましょうか。はいはいはい、始まりましたね。お、拍手でお迎えください。うん、これは何でしょう、プロレス入場というところとかけているんでしょうかね。うん、あ、この時はバイオリニスト元くんがですね、参加されておりますね。うん、口で逃げる、あ、ピアニスト、水木さんですね。水木さんも大変、一緒にやっております。メンバーでございますね。はい、お、私ですか。あ、ここでタッシーさんが出るんですね。ここでタッシーさんが出るということに意味はあったんでしょうか。タッシーさん、うん、残された一人はもう私しかいないわけですよ。主役言われてますけどね。このぽっちゃり好きに関してもちょっと言いたいことあるんですけれども、私もまあすごいキョロキョロしながら出てきますよ。まあそういうもんですよね。バラードだぜって高らかに言ってますけどもね。はいはいはい、このぽっちゃり好きに関してはですね、ちょっともう何がスタートだったのかはもう覚えてはいないんですけれども、今となってはもう言われすぎてあまりなんですよね、リアクションも大して取れていないような状態でございますね。うん、まあ、この静寂の中曲が始まるんですけれどもね。うん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 、準備をしておりますね。おお、もう宣言通りむちゃくちゃバラードですね。うん、むちゃくちゃバラードですね。バラードだぜって言った通りのバラードが始まりましたよ。1曲目は、希望の光という曲でございますね。この丸山ノクターンのこの編成では打楽器が、この時はいなかったんですね。私も、ベースはエレキベースから、アップライトベースに持ち替えてこの日はやっておりました。まあ、バイオリニストのね元くんもいますので、ちょっと弦楽器とピアノのなんて言うんでしょうね、ちょっとクラシカルなイメージの編成といいますかね。僕は今でも奇跡を信じ、君は愛し続けるよ。うん、意外とこうハモリの感じを覚えてますね。これはどれくらい前の映像なんでしょうか。まあ、でも背景としては、確かコロナ禍の、最中だったような気がしますね。あ、これでロビー君が、編集を入れた感じですね。曲をちょっとこう中盤カットしているというところでしょうかね。うん、何かあるのかな。このまま、あ、すごい、ロビ君一体このカットは一体何のためのカットだったんでしょうか。謎の、カットが入りましたね。今画面が切り替わるときにこのねページがサッとこうなるような、そういう演出はいいんですけれどもね。お、ま
さかの2曲目もバラードなんでしょうかね。僕が記憶する限りは、ほとんどバラードだったような気がしますけども、まあ、どうしてもこういう編成になりますからね、あまりこうアップテンポにもそう聞こえない場合があるのかな、というふうにも思いますね。お、何かこうタッシーさんと僕で軽く打ち合わせ的なね。お、曲紹介。こちらの曲は一人ぼっちじゃないのさという曲ですね。先ほどの希望の光に続いてですね、こちらの曲もあのぐるりの YouTube チャンネルの方であれですね、リリック付きのビデオが公開されているものになっておりますね。しかしですよ、こんなに真面目に歌ってる人に対して何を突っ込み入れることがあるんだっていうのをですね、僕は今大変不安に思っております。突っ込み入れれるかなこれ。ハモリのラインはなんか覚えてますね、印象強いですよ。ダダンダダン、お、ふわっと光が入る、ね、カットを入れましたね、ロビーが。そういう、なんでしょうね、編集の腕もついてきたんでしょうかね。曲が変わりましたよね。やっぱ丸山の草さんの雰囲気とはすごい合ってますね。大人な感じですね。あ、こちらの曲はいつかきっとという曲ですね。いつかきっとさよならが訪れたもの。タッシーさんの身振りも、ちょっとこうね、激しく。お、もうね、フラッシュのようにふわっと光ってこうやる編集のねやり方を覚えたんですね、ロビー君は。配信憎いですね。あ、これ足元映ってますね。これ足元にはガチのこれろうそくなんですね。グラスの中にちっちゃいろうそくが入っていて、本当にこう火が燃えてる。ちょっとまたぐときね、プロレス入場してまたぐとき若干怖かったっていう覚えてありますね。倒したらちょっと日大事だなっていうのは。あ、 MC ですね。あ、しかもなんか僕が多分手紙を渡される下りのとこだったんですよね。僕がこの後読み上げたはずなんですけど、ここ切っちゃうのロビー君。ロビ君の編集はちょっとあれか、癖があるね。聞いてください、大切なあなた。お、大切なあなたですね。こちらも MV が公開されています。豊平川の河川敷で、タシさんが自転車に乗りながらこう歌ったりとかしてるような、あちらの撮影も僕とタッシーさん二人きりで行っておりまして、僕も僕で自転車でこう並走しながら撮影を、したんですよね。これからも、あ、もうこれ終わりのところになってますね。僕らは皆あなたが大好きだから本当にありがとう。伸びやかですよ。声が伸びております。
はい。静寂もこう編集の中にいるという感じですかね。拍手とかあったんじゃないでしょうかね。切っちゃいましたか、そういうところ。また一人になる。はいはいはい、はい、うん、歌えるかな。うん、すぐ中でもしっとりしたバラードになりますね。強いバラードですね。こちらの曲は、寂しさの中でという曲でございますね。ただうん、お、伸びやかですよ、タッシーさん。はい、はい、サビでございますね。僕はあなたに会いたくて、会いたくて、また君に会いたくて。うん、どうでしょう、この動画にツッコミを入れられますか。これはとんでもない発注を受けちゃったな。もう少し頑張ろうかなって、うーん、僕に投げかけられているようですけども、ちょっと頑張れないかなこれ。お、何のあの遊びもない編集点になりましたね。さっきのふわっとしたやつとかページめくるやつとかないの、ラビ君。うん、曲が終わったんですね、拍手が。今日はあの、うん、うん、あ、メンバー紹介ですね。大学生です。編集は何だったんでしょうか。大学生、うん、若い、うん、大学生、若い、大学もうね、卒業される頃だ。ピアノ水木さん、はい、ね、つばの広めな帽子でお送りしております。あ、高校生、あのすごくね、あの年齢は不詳な方なんですよね。僕よりもちょっと年上な、ですよね。です、はい、あ、私ですね。しんちゃん、お、ありがとうございます。うん、中学生です。中学生中学生、うん、中学生というキーワードちょっとダメかもしれない、ダメかもしれないですね。配信もこの時流してますね。次の曲いきますか。であれば、うん、中学生はダメですね、より一層。僕はもうみんな知ってるんで、みんな知ってるから。何のやり取りですか、今の。そうなんですよ、タシーさんね、ちょいちょいこう、次の曲なんだっけっていう、あの確認が入るんですよね。そう、耳打ちしてるとき大体そういう、内容だったと思いますよ。歌というか、まあ、河野源太っていう、ね、ライフという曲のね、解説、河野源太君、一人気味と言っちゃってますね。うん、体格が良いと、ね、体格が良いと言っていいかもしれないですよ。大型の。あの河野健太君はね、作家活動もされておりますけども、その前に、札幌では CI プロジェクトというバンドも、長くやっていたような、記憶にございますね。生活を聞いてきてね、それで、そうですね、インタビューをされていた、事前に、まあ、一番大事な犬の話が入ってないとか、うん、あ、そうなんだ、反映されていないところか、そこそこ残念で後で変えようかなと。せっかくお願いした歌詞変えちゃう、変えちゃう宣言が今入りましたけども、変えたんでしょうか。うん、お、これはもうミドルテンポみたいなね、バラードではないですよね。うん、あ、いいですね、やっぱ元君のバイオリンは響きますね。うん、はいはいはい、家庭のね、朝の日常の朝の、切り取りなのかな。7時のリビングは揺れる、なかなかな表現でございますね。うん、ちょっとこう赤裸々な部分もね、タシーさんなかなかこう私生活は話したがらない方なのでね、うん、ちょっとこう照れながら、歌っ
もしれないですね。合わせて笑えた、じゃあグルリの、CD バラッドの中にも、入っていますね。合わせて そうですね、これね、タシさんの奥様へのメッセージも入ってる。これは照れくさいですね。恥ずかしいでしょう、これ。いいバイオリン入ってますよ。確かに今のところワンちゃんのエピソード入っていないかもしれませんね。お、ちょっと歌詞がぼやっとした、そういう時もありますよね。笑顔を見て微笑んでいると、お子さんのかな、奥さんのかな。あら、ちょっとこうね、口を強く言っちゃう時の、あ、でも奥様はこう、実はそんなことやりつつも奥様のこう手のひらの上で転がらせてるんじゃないかっていう、転がされているんじゃないかということなんでしょうかね。これは確かにちょっと照れくさい感じもありますね。なるほどな。お、編集が入った。編集入ってこう乾燥中ですね、これね。あ、これアウトロだったんですね。このまま終わると、はいはいはい。あ、ちょっとグレーのテルみたいなポーズになりました。お、次の曲ですね。そうですね、この日僕が全てカウントを取るっていうね、初めての出来事でした。ワン、ツー、スリー、フォーってね、言ってますね。慣れないカウント取りですよ。お、こちらはグルリーの中でも屈指の名曲じゃないですかね。あの空の星でしたね。こちらも、リリックビデオの方にね、僕が渾身の文字を入れておりますよ。でもね、そうさ、ずっと眠りたい、ずっと。いいサビきますよ、ここから。あなたのそばでただ泣いてる、寂しくない、寂しくない、そうなんですよ。これすごいコーラス高くてね、大変なんですよ。いや、いいですね。いい雰囲気の曲ですね。帰り道ね、ふと星空を見上げたくなるような。お、これはちゃんと2コーラス目も入れるんですね、ロビーちゃん。あれかな、ロビーちゃんもお気に入りの曲ということでしょうかね。そうでもない曲をバサバサ切ってるっていう、そういうことではないですよね、ロビーくん。でもね、
ですね、ちょっとこうマイクスタンドをつかむような仕草ですね。これもタシさんオリジナルですね。これはロビちゃんフルコーラスで書けるのかな。これはいや僕も好きですけど、こんな曲、この曲だけ随分ひいきが強くないですか。随分とさらた遠く、お手をちょっと広げました。手先もちょっと動いております。カモンカモンと、カモンバイオリンと、あマジでフルコーラス流しますね。ロビ君切らない、切らないでいく。そうだね、これフルコーラスだね。いい曲だもん。まあロビー君とはちょっと打ち合わせしましたけども、まあこれ声とテロップを僕がね入れればいいのかなっていうお話をして、あそうですお願いします。あじゃあこの26分間僕が頑張って声を入れて、26分間分のこの声にテロップを入れて、それでロビー君に渡せばいいのか、うんそうですはいお願いしますということだったんですよね。でちょっと気になる一言があったんですけども、あまああれでしたらこうちょくちょく切りますんでってなるんですけども、そうなってしまうとロビー君編集でこれすら切るとなると、僕が一生懸命喋ってテロップを入れてるものも切るという、そういうことでよろしいんでしょうかね。大事なことを言うとですね、ロビー君のかつて通っていた専門学校の、私先輩であるんですけれども、その先輩の声と頑張って入れたテロップも切るんでしょうか。ロビー君、ロビー君切るのかな。それはこれは最後の曲かな。あ、最後の曲なんですね。こちら、ま、曲を先に言っとくと、時を超えてですね。本編最後です。本編最後ですって言っちゃってますね。あ、めちゃくちゃもうアンコール宣言。お前らアンコールしろよ宣言ですね、これね。久々にやらせていただきます。これ久々。あ、この状況下で。うん、あコロナ禍はやっぱそうですね。はいはい、はい、お久しぶりの人もうんたくさんいます。そうですよね、たくさんって言ったら嘘ですけど、いやたくさんと言っときましょうそこはたくさんでしたよ。ありがとうございます。お久しぶりの方も、ね、いつもこう来てくれてる方もいっぱいいらっしゃってましたよ。丸山ノクタンさんに、なおかつまあスリーピース、スリーピースというですね。そうですね。これ、グルリ、ライブがあった後に打ち上げでよくこう使わせていただいてた、お店ですね。スリーピースさん。千歳にはポイズンアイビーというかっこいい店があります。ポイズンアイビー。これ何か高橋さんに関係のある方のお店なんでしょうかね。さっとこうステルスマーケティング的にこう入れる宣伝、そういう手法なんでしょうかね。またつながりましょう。またつながりましょう、はい、このバラードの中でも騒いでも構いません。それはちょっと難しいかもしれないけども、笑う途中に盛り上がる歌っても構いません。それはまあまあまあ、また拍手はもうちょっと強めにお願いします。拍手強めでお願いしますを最後の曲の時に言うわけですね。もうカルフィダメ出しに、お客さんに対するダメ出しにもちょっと聞こえるんですけど、拍手を持って声が出せない分というそういうことでしょうかね。時を超えてはですね、こちらも大変グルリの中で本当名曲と名高い曲でございますよ。少し蘇ってきたんだ、思い残すことは、あ覚えてるもんですね。そうです、たくさんあるけど、ね、ありましたよ。
まあね、基本的にね、まあ、バンド編成っていう時もあるの多いんですけども、やっぱこういう編成聞くのもいいですね。バラード声より映える、うん、あーいいですね、歌い上げる、これはね、離れてしまっても、ね、時を超えてもつながっているよ、そういったことでしょうね。お、さっと横からのカットイン、ロビーちゃんの編集が、敏腕ロビーちゃんの編集が入りましたよ。あ、これも後半ですね。これはですね、コーラスを入れて私も若干気持ちよくはなりますよね。こんだけ横に、真横に歌い上げてる人いると、まあそこにコーラス当てるので大変気持ちいいですよ。うん、はい、あー、終わりましたね。はい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 。お、実はありがとうございました。あー、ありがとうございます。あ、終わった終わったあ、そういう感じなんですか。あの、これは元の映像が、これここまでだったのかな、それともすごい斬新な編集で、あの、拍手も待たず切ってしまったということで、よろしいんでしょうかね。以上ですね。まあ、セルフツッコミというにはちょっとこんな真面目に歌われると大変突っ込みづらいなというふうに思いつつ、まあ、解説を交えながらの、音声でございました。うん。ではでは、ありがとうございました。新一でございました。